わなかけ翌日。わなかけの翌日、はい、こんな感じで、はいはい、何も変わってないですね。変わったことがあるとすれば、何？葉っぱが枯れてる感じかな。なんじゃそれ。はい。本日のわなの周りはこれで終了。ということで、キロに帰ります。それからどうしたの。はい、ということで、3日後、罠かけて3日後、また、はい、何見回りに来ました。はい、どうでしょうか。どうですか。特にはかかってない。はい、一応ヌタバっぽいとこはあるんですけど、何もヌタバをしてないというか、ヌタバしてない感じですね。はい。お、なんか言ってる？何何？全然濁ってない。あ、濁ってない。もう全然、まあ、あれだけ白いけど、まあ、ちょっと白いぐらいで、はい、全然白くないですね。はい。バナのところですね。あ、ちょっとちょっと。しゃべってるのめっちゃ変わってないような気がするけど、ちょっと葉っぱが動いてるから分かんない。そうだね。はい。で、他のとこ見てみると、あ、お感じで、はい、結構ぬかは食べられてるんですよね。そうですね。ここもここもここも、うん、けどここは食べられてないということは、で、こっちが食べられてないんですよ、ということは、こっちから登ってきて、で、ここでやめたというね。うん、賢いですね。めっちゃ喋ってるやん。怖っ。話しかな。何？ここに見えてるんですよね。うん。これでバレたんかもわかんないですね。なるほど。あ、おー。いや、苔はやめといた方がいいんじゃないかな。苔は。そうね。そうね。うん。土をかぶせる。うん。こそっと。ちょっとね、今回中のおじさんが喋ってましたね。何で喋ってましたね。中のおじさん、マシマシの感じでしたね。マシマシ。マシマシ。怖いな。怖い怖い。はい、ということで、はい、まあまあ、あの動きはあるけど、はい、何かその成果につながるようなものは得られませんでしたということですね。進撃のなんちゃらね。はい、ということで、はい、ではまだね、かかるのを楽しみに。そして、なんでもないです。なんじゃい、なんじゃい。はい、そしたらまた、こう期待ということで、はい、次回を楽しみに。はい、チャンネル登録とかコメントね、お、なんか高評価もするといいみたいなことを聞いたことがあるんですね。なんでよろしくお願いします。よろしく。じゃあねー。はい、ピピー。はい、ピピー。チャンネル登録してね。歌うな。